朝鮮。南北が睨み合う事態はどこに向かうのか。朝鮮半島の緊張が高まっています。わざと緊張を煽って情報を引き出す北朝鮮が繰り返してきた手法ですよね。今回何それ、たらこと、お豆腐と、小松菜と、えのき入ってる。こちらのマンションでは、敷地に入る。かぼちゃ好きだったらかぼちゃフライもごちそうするよ。本当？うん、ちょっとあげる。わかんない、1ヶ月とか。あとなんか野球ほとんどの子出るよって言ってる人だったけど、はパソコンやりなんで、そこにほら市役所辞めた人いるじゃん、うん、元々も先生だった。その住みなお願いしてやって協力していくことが国民の生活や経済をほったらかしにするのか。今国会中世論の反発を招いたのが検察庁法の改正案。政府与党は国民の理解なしに国会審議を進めることは難しいとして成立を見送り、提案になりました。そして参議院選挙をめぐって地元議員代表に任務を配り、票の取りまとめを依頼していた疑いが持たれている河井克行前法務大臣と妻の安紀参議院議員。説明を求める記者団に対し、こちらは残された課題です。新型ウイルス対策ではいかに速やかに第2波への対応ができるのかどうか、そして、法務大臣に任命しました安倍総理大臣の責任などが問われています。こういうご飯を食べるのも久しぶりだよね、外でね、お家で自炊ばっかりして出られないし、だよね。解散の時期というのは限られますので、感染の行方、そして内閣支持率、こうしたことに恨みながら、去りゆく車に今でも胃腸は名コンテ、どういうことだったらかしドラマ、うまい。こうなってるじゃん、あの事になったんだって、うん、それでそこをさ、お母さんが借りて短いことになってくれ10億分で、こうでも手伝うんだって。お一人様に洗濯がいいな、言うほどだよ、寒いから3個な、1人1つでも減る。女の子さえ使うとさ、お母さんにも挨拶に来てさ、面白かった。ねぶとついてる。おいしいよ。実はお風呂で流されていたから、新しいダムは残して洗える。ブルーオイキュー、もっちり。ダム。再現。キュウリもやればいいんだけど、いいか、大丈夫。でもおしゃれとかしやすいよね。スプーンで食ってるのが。かわいい。食べれるって。髪の毛ふさふさない。